入管法、本当にひどいと思いますね。ンまあ、そうにしてもね、まあ、今日は、えー、参議院の法務委員会で、その入管法の改正案っていうのがね、まあ、可決、まあ、されたということで、まあ、僕はこれは本当にひどいなと思いますし、まあ、国会前でもね、 えー、多くの人がね、まあ、反対、えー、っていうことを、まあ、まあ、デモみたいな感じですかね、まあ、集会みたいなし、反対、反対と言ってたっていうのも、まあ、あるっていうのはあるんですけども、まあ、ただでも僕はこの入管法っていうのは僕も僕も個人的にというか、僕もすごく問題だと思うんですけども、ただ多くの人がね、まあ、問題かと思ってるかっていうと、そこまでね、本当になんかこう、 えー、知られてないっていうのはあるのかなっていうのは思うんですよね。まあ、それはやっぱりその、えー、難民申請してる人たちっていうのが、まあ、外国人であるということでですね、やっぱりなんかこう、ちょっと遠い問題のように感じてる人も、多いんちゃうのかなっていうかね、ほとんど関心ないっていう人も、なんか多いんちゃうのかなと思うんですけども、 ただやっぱ僕は中身がひどい。えー、この入管法の改正案もね、これ問題は本当単純なんですよね。難民申請している外国人の方がですね、えー、それ3回申請が通らなかったら本国に強制送還するっていう、まあそれだけの問題なわけですよね。この入管法改正案の問題っていうのは。でそれ その本国に強制送還されたらどうなるかというと、まあ、逃げてきてるわけですからね、難民としてね、難民としてに逃げてきてるのに、それが難民として認められないということで、強制送還を、あの自分の国に強制送還されたら、ですね、まあ、命の危険にさらされると、えー、拷問とか、ですね、まあ、そういう、まあ、言ったら本当に命が奪われたりとか、そういう問題があるということで、これはひどいと。 でまあ、ただでさえ、ね、入管法の問題っていうのは、この間、えー、ウィシュマさんっていう、ね、あの女性の方が亡くなったでもこれも大きな問題になりましたけども、その入管施設の職員がですね、まあ、本当になんかひどい、 ええー、まあ、言うたら暴力的なね、ことで、その、やったり、虐待ですよね。病院に行きたいって、ウィシュマさんが病院に行きたい、連れて行ってって言っても、病院に連れて行けないっていう、まあ、そういう問題もあるんですよね。そういう意味でもですね、これ、入管法、この改正案っていうのは、本当に、あの、 じっくり議論っていうかね、ほんとちゃんと決めなあかんのに、まあ、野党に言わせれば、この強行採決されたっていうことで、僕はすごくね、やっぱ大問題だなっていうふうに思いますよと、これ、誰が見てもね、この問題を知ろう、ちょっとでも知ってる人に、 取ればですね、こんなの通したらあかんやろっていう、そういう、まあ法案だったと思うんですよね。まあそれを自民、公明、維新、国民民主がねあの、通してしまったということが本当に、まあ残念だなっていうふうに思いますね。うん。やっぱこう入管法でね、本当にあの、 え、ご先日もね、その入管施設の職員が、あの、すごくひどい、えー、外国人に対してね、えー、この、あの施設に収容されている外国人に対して、まあ、暴力的な、ね、例もうこれ締め上げるようなね、えー、こう、腕、 腕ガーッと掴んでですね痛い痛い痛いって言ってる中でもですね、もう平然とやってるっていうね、そういう、まあ、入管施設の職員の問題とかね、この間なんかでも、えー、入管施設、入 国管理センターですかね。入管施設で、ああの、勤務してる、えー、女性の医者ですかね。医者がなんか酔いながら、酒飲みながら、なんか診察してたとかっていうのも問題になりましたけども、いや、僕もこれも本当にひどいっていうか、だから、まあ、僕なんかそう、そ飲みながら診察してるっていうのがよ、よ あの、とんでもないっていうか、そうじゃないとやってられないぐらい、まあ言ったらね、本当にこう人として、あの、どうなのかっていう、まあ入管施設職員だったり、そこで勤務してる人たちの勤務実態っていうのがね、まああるのかなっていうのも思うんですよね。で、それを法務省が管轄してるっていうところに、 あの人権とかね、なんかそういう法律にも守らなあかん法務省がですねその入国管理センターのこの管轄してるっていうところに、本当僕は日本の大きな矛盾があると思うんで、やっぱりね、僕はやっぱ1人でも多くの人がね、ちょっとでも関心持ってほしいなっていうふうに思いましたね。 で、僕は今回自民、公明、維新、国民民主がね、賛成したということも、いやもう本当に僕はひどいなっていうかね、あのー、本当はもっと時間、時間かけてっていうかね、立憲民主党なんかはですね、えー、この最初はね、こう、もっとあの、ね、こ第三者委員会とか作ってね、第三者、 機関ですかねなんか第三者の、えー、なんかそういうものを作ってですね、きちんと本当に難民としてね、あのどうかっていう申請を、あの、審査をする、きちんとするべきだっていうのも、もうそれも結局与党は聞かない、聞かずに今回この入管法の改正案というのを通したわけですよね。そこに自民、公明も維新も国民主も賛成したということで、だから本当にやっぱり やっぱ法務省で、で法務省っていうかね、やっぱ国としてやっぱ人権とかっていうそういう問題とは考えなあかんと思うんですけども、まあそういう意識がね、僕は自民党、公明党、維新、国民民主っていうのは欠けてるんじゃないのかなっていうのを思うんですよね。で、やっぱ入管施設の職員だってですね、まあ言うたらこう、 まあ、暴力的なね、まあ、ことを、まあ、外国人に対してもやってると、まあ、そういう映像も流れてますから、あの、それは入管施設が撮った隠し撮りとかで撮られたものではなくて、入管施設側がですね、そのカメラで撮って、あの、保存してるわけですよね。あの、締め上げて、痛い痛いとかね、苦しがってるのに、 すごく痛めつけるような映像っていうのをですね自分たちで撮ってると、いや僕、恥ずかしくないのかなっていうふうに思うんですよ、入管施設の人たちもね、働いててね、だからね、ねその医者がですね酔いながら診察してたっていうのも、いや,やっぱそういう、なんか負い目があるから、そういうふうなね、なんかこの、飲みながらやってんのかなみたいな思ったりもしますしね。 でそういうことが、僕は入管施設の職員だけじゃなくて、そういうことをさせてるのは誰かっていうと、やっぱり法務省でありですね、それはやっぱり国民で僕たち国民なわけですよね。いや、だからそういうことをやらせていいのかっていうことを、やっぱ僕らも真剣に考えなあかんと思うんですけども。 いやそういうのがひどいなっていうかね、政治家っていうのは国民の代表なわけですから、いや本当にこれ立憲民主党とか共産党とか、令和とかね、まあ、社民もですかね、はあの考え直せって言ってるのに、それはこれでいいんだみたいなね、ことを言ってる、僕は自民党だったり、公明党だったり、えー、維新、国民民主の人たちっていうのが、僕にすればよくわからないな。 いいうの思いますね何考えてるのかなっていう、でまあ、今日ねでその、採決の時きに、まあ、野党が抵抗して、ねまあ、強行採決だとか反対だとか、まあ、そういう、えー、すごい、グ、ま、ワ、あ、っとなってる中で、ね令和新選組の山本太郎代表がです、ねまあ、なんかこう、まあ、映像でもね出てましたけども、そのうわーっとなってるわけね。 にこうなんかこう人の議員たちのわのーっとなってる中でこう飛びかかるような感じでね、なんか <laughs> あの人の上に乗っかるような感じの映像って映ってましたけども、まあ、それについてもですね、なんか山本太郎さんに対してこう懲罰動議が、まあ、出てるっていうことでね、でそれはなんでかと,と、まあ、怪我した人がいるっていうふうに、なんか自民党の。 なんか言ってるんですかね、えー、言ってることはみたいなんですけども、自民党の、えー、参院議員、えー、2人がですねなんか怪我をしたということなんですけども、まあ、それはね、まあ、あの、まあ、問題かなと思うんですけども、ただやっぱり、こういうなんか暴力はだめだとかね、こう山本太郎さんに,に、まあ、暴力だということで、懲罰動議ということなんですけども、でも、 それ以上のことをね入管施設職員にやらしてるのは誰かっていうこともね僕は考えてほしいなっていうかね、うん、いや僕はそう日常的にそういうその入管にこう収容されてる人にこう暴力的なことを施設職員にさせてるっていうこと自体が僕はねやっぱ大きな問題なんちゃうのかなっていう,ふうに思うんですよね。うん まあ山本太郎さんはね、まあ、そういうのもまあ出る覚悟でね、もうこの間から令和の大石,大石さんだったりね、櫛渕真理さんですかね、えー、にも懲罰動議が出てたりとかして、まあ、そういうのもまあ今回、覚悟の上でね、まあ、やったというのはあると思うんですよね、まあ、それは同意とか分かりませんけども、まあ、こういうことで、やっぱり、まあ、 こういうふうに報道されたり、まあ、問題だなと、で、まあ、ね、こう、与党支持者っていうか、国民主が維新支持者からも、叩かれるっていうのも、まあ、分かった上でやってるのかなと思うんで、まあ、それを、まあ、やっぱり入管法というのは問題だっていうことをね、あの、まあ、そういうアピールっていう面もあったんじゃないのかなと、まあ、それについていいか悪いかっていうのは、いろいろ意見あると思うんですけども、 ただやっぱりもうそれ以上に僕はやっぱり入管施設で行われてることっていうのがまあ本当にひどい。うん、ほんで、この今回入管法改正案でですね、えー、3回申請が認められなかったら強制送還されるっていうのもね、まあ、本当にひどいんですよっていうね。ただでさえ日本っていうのは難民の受け入れにもう、 ものすごく消極的で、まあ、1%以下なんですよね、難民と認められている人というか申請に対してねで、本当はもっと認めなあかんのに、えー、認めてないということが大問題で、やっぱり世界で困っている人を、ね、どんどん助けていかなあかんと。 この間 G7 のね、広島サミットっていうのは、この日本で行われましたけども、やっぱ国際社会でね、日本がまあリーダーとしてね、その、やっていこうと思ったら、その難民だって受け入れなあかんでしょうっていうね。うな世界で困ってる人たちを受け入れないのに、なんかこう、世界のリーダー気取りみたいなのしてるっていうのはね、いやそれは通用しないと思うんですよね。やっぱ困ったときはお互い様っていうね、 そういうことが僕はすごく大切だと思うんですけど、まあ僕は本当そういうところがひどいなっていうかね、でも明日、あの、えー、可決されるんですかね、本会議で、あの、成立の見通しっていうことなんですけども、いや本当に何回もね、通ったからといって、あの、終わりっていう問題じゃないっていうね。で、まあこれは、この入管法っていうのは僕はね、本当あんまり、 もう一部の人たちが関心にないような問題だと思うんですけども、それでも野党はね、やっぱり反対だと言い続けてほしいなっていうかね、やっぱそういう良心みたいなものを捨ててしまったらね、僕は本当に僕は野党としての,あの終わりかなっていうのを思うんでね、まあ、ここは頑張ってほしいなっていうふうに思いましたねチャンネル登録よろしくね。